アイスの紹介をします。今日のアイスはこちら、じゃん、カルピスウォーターボトルアイスです。はい、じゃあですね、カルピスのボトルアイスです。もっちさんから出てるものです。で、氷菓子ということで最初にしてるということで、結構このね、この暑い時期にはたまらない一品です。はいはい。で、1個あたり95キロカロリー、めっちゃヘルシーなんですよこれ。うん、で、爽やか、すっきり爽やか。うん、もうね、部活帰りとかにすごい食べた思い出があります。はい、そんな感じでちょっと早速食べてみようと思います。もうね、今日は暑いのでね、今日はっていうか、もう毎日暑いからね、こういうのが本当に美味しくなる。いろいろなんかお散歩しながら食べれたりするのでめっちゃ好き。ボトルでーす。これと手のひらサイズでーす。はい、ちょうどいい。よし、170ml ということで、ちょっと飲めちゃいますね、こんな。今ね、ちょっとね、ほぐれるぐらいまで柔らかくしておきました。はい、早速食べてみようと思います。はい、早速いただきます。うん、カルピス、すごいシャリシャリしたカルピスって感じです。うん、ちょっと凝んでるみたいで、下から揉んで揉みほぐしてから食べた方がいいかな。カルピス氷って感じですね。うん、すんごいシャリシャリしてるので、もう氷って感じ。しかも粒が大きいんですよ、この氷の中の。だからね、すんごいボイボイします。頭にキーンときました。うん、うんうん、お疲れ様でした。今日はカルピスウォーターボトルアイスご紹介しました。うん、すごい、あの、舐めてたらすごい頭キーンってきます。うん、大変気をつけて皆さん飲んでください。でもめちゃめちゃ美味しいです。なんかカルピスの残る感じとか。うん、じゃカルピスでした。はい、ぜひ皆さんも試してみてください。はい、それでは。